フランスパリ5日発卓球女子の張本美和、木下グループが上場の五輪デビューを果たした。パリナンアリーナで行われたパリ五輪団体1回戦では、第2試合のシングルスに登場。第1試合のダブルスで早田ひな、日本生命、平野美宇、木下グループが3対1で勝利を収めたことから、安心して思い切ってやればいいんだなと、病状死んでコートに立ち。 力強いフォアハンドなどで得点を重ねて3対0で解勝した。チームも3対0で白星を飾り、準々決勝進出。いつも通りに戦うことができて、すごい楽しめたと笑みを浮かべた。シングルスでは早田が銅メダルを獲得。先輩の活躍は長本にも大きな刺激となった。メダル獲得は本当にすごいなと思った。おめでとうございます。と伝えた。 自分もメダルを獲得できるように団体戦、頑張っていきたいと力を込めた。トースポーエブ、問題を報告、関連記事、卓球、悲願の金メダルへ女子団体で日本がポーランドに快勝で8強ダブルスは早田、平野組。卓球、平野美宇、早田ひなとのダブルスに自信同い年なのでよく分かっている。卓球、張本智和の勝者リスペクト発言が中国で大反響。 純粋ないい子だ、印象化は